長井光也は日本のプロレースラー。本名、長井博和。中学卒業後、スーパータイガージムに入門。インストラクターの平直行に従い、1986年にシュートボクシングへ移籍。戦績は7戦5勝2敗だった。後に同団体のエースとなる吉高博士との対戦経験を持つ。1989年。 第二次 UWF に入門するが、練習中に首を負傷しその影響からデビューできず、団体分裂後は、高田信彦が率いる UWF インターナショナルへ合流するも離脱。その後、前田明率いるリングスに入門し、1991年8月1日、ヘルマンレンティング戦でデビューを果たした。グリーンボーイながら、同年12月7日には、ジェラルド・ゴルドーと対戦し、 tk を負けを喫した。破れはした者の,の高い評価を得て、前頭職望されるが、1992年10月29日に、佐竹正明に小負けした。以後は、後輩の対等や負傷などで制裁を書き、1994年には、リングスはプロレスではないとの前田の発言に反発、僕はプロレスラーですとの言動が、前田の激鈴に触れ、比叡山へ修行へ行かされる。 1996年8月24日には、エース外国人選手のディックフライにも勝利。1997年6月、全日本キックボクシング連盟のプロライセンスを取得。9月28日には、全日本キックボクシング工業に参戦し、とゥうリ,リードに判定負け。1997年11月20日、ワールドメガバトルトーナメントの2回戦で、 長井の師匠でもある前田との試合後、リング上で前田に突如としてビンタされる騒ぎを起こす。以降、長井は試合を行うことなく、翌1998年3月にリングスを退団した。1998年には K1 に参戦し、日本人のトップファイターである武蔵とも対戦している。1999年、佐山聡市主催の格闘技団体。 政剣道プロレス部門に参戦。2000年、格闘探偵団バトラーツのヤングジェネレーションバトルで、準優勝。全日本プロレスでは、柿原賢人と組んで、世界最強タッグ決定リーグ戦に参戦。2001年は、柿原と共にアジアタック王座を獲得する。年末には、川田と明とのタッグで、世界最強タッグ決定リーグ戦に2度目の出場を、 果たし準優勝を果たす。2002年、若手中心のリング戦、ジャイアントババハイで優勝を果たした。数年後の全日本プロレスの世界最強タッグ前で、川田とシングルで対戦した後、川田から、おい、長い。俺のパートナーはお前しかいないから。待ってるぞ。と、ラブコールを受け、再び最強タッグに出場した。 2003年、新日本プロレスに魔界クラブのメンバーとして登場当初はマスクマン魔界5号としてだったが2月両国国技館のリング上で自らマスクを取った。魔界5号と名乗っていたのに、週刊プロレスの戦士名館では本名の長井光也を名乗るという嘘のつけない性格であることが分かった。魔界5号としては魔界4号との ハリマオーゼットというタッグチームで活動した。長井は、魔界クラブ解散後も、反体制派についているが、リングスで長井と一緒だった本体の成瀬せ醤油の熱いアピールもあり、タッグを結成し、アジアタッグ王座も獲得している。2006年1月、新日本プロレスを対談、キングスロードへの参戦を表明。さらに、ゼロマックスにも進出。 Y2P-160kg 率いる P、フォース面の NP5 としても活動している。DDT にも当初は、ケロ軍団として参戦し、現在は、ポイズン、沢田樹里ー率いる DDT 社イ本体の一員として活躍している。2007年秋には、キンターマンこと、金村金太郎の欠場の大役として、 三ツヤーマンとして、クロダーマンとのタッグで、ハッスルにも登場した。また新日本プロレス対談組による、新団タイムが、ワールドプロレスリングへの参戦、後に正式入団。2009年には、反乱軍を起こし、ドラディションで大暴れするなど活躍。プロレス団体デップにも、定期的に参戦している。2011年12月7日、ロシアのプロレス団体イ w ワフの日本人エージェント。 ウラジミール長居として、ユニオンプロレス新規場大会に登場した。2014年1月、古巣の全日本プロレスに11年ぶりに参戦し、ケンソとダークキングダムで活躍している。2017年現在は、ケンソが退団したため新ユニット、ダークナイトメアとして5代目ブラックタイガーなどと共闘中。2017年後半より、プロレスリングノアにも参戦。 2021年4月16日、ドラディション、後楽園、ホール大会では、デビュー30周年記念試合を行い、村上和成、魔界二号とタッグを結成。魔界クラブを一時復活させた。キックなどを活かした技を得意としている。ありがとうございます。